ここは大阪中央高校3年ルート2組。かつては現役東大合格者を毎年100人出す超一流高校だったが、教師の不祥事や共通テスト対策に遅れを取り、実績は年々低下。生徒数も激減し、今年度は学年全体で2人となった。これはそんな崖っぷち高校の日常を描いた汗と青春の受験物語である。諸君、今日から新学期が始まる。君たち3年生、いや3年生といっても君たちしかいないんだが、知っての通り当校は10年間に1人は東大合格者を出していた。しかし昨今の少子化やコロナ禍、 IT や AT や AI らなんだなんだで、この9年間は全く東大合格者が出ていない。一体これはどういうことだね、君たち。文科省からは今年東大合格者が出なければ5億の援助金をなくす、そう言われている。もしそうなれば我々の給料、ひいては校長の給料やボーナスがなくなり、学校は新没。それはそれはご愁傷様です。ですがこの結果を招いたのはこの学校の教師陣の怠慢以外の何者でもない。学歴第一、校長先生がよくおっしゃっている言葉です。私はその言葉を信じてここまで勉強を頑張ってきました。友達との遊びも断り、大好きなアニメも泣く泣く手を引き、朝から晩まで予習復習を積み上げてきました。しかしそこには一切の後悔はありません。なぜならそれが学生の本分だからです。ほう、みんな聞いたかね。半沢君の今の力説を、半沢君がそこまで言うのなら我が校はもう君に託すほかあるまい。君の受験生としての実力、それを私が重々承知している。君なら旧帝国大学、いやゆくゆくは東京帝国大学の合格も決めてくれるだろう。いや違いない、そうでしかあるまい。それしか我が高校を救う手段はあるまい。ということで半沢君、君には東大以外の受験を一切禁じる。もし君が東大に受からなければ代わりに5億の援助金を半沢君君が払いたまえ。嫌だと言ったらどうなるんでしょうか。八重山商工高校に転校です。ですわかりました。ただしもし私が受かればその時は土下座して責任してもらいますからね。いいな、積分でも節分でも鉄分でも脱分でもいくらでもやってやるよ。やれるもんならやってみんな。あーだよの前を取って知的探究で問題を見つめ、過去問の一致を伴い最後に合格を迎える。将棋も受験と同じようなもんだ。パターンを復習して自分の型を探す。なるほどね。でも半沢、安心してる場合じゃないぞ。いくら将棋が強いとはいえ、お前が受けるのは日本一の偏差値の東京大学、落ちたら日本最南端の高校に片道切符の芝流し。しかも明日は大事な受験スキーム審査だろ。ここをくぐり抜けないことにはお前の生きる道はない。それなのに半沢、こんなことしてる場合かよ。それならもうできてる。え、
現役東大生50人からの徹底的なヒアリングと過去問対策からの傾向を掴んだ上で上半期のスキームはすでに組んである。完璧にな。ちょ、お前それを早く言いなさいよ。まあ大手の道も負の一歩からって言うだろう。合格にはこういう息抜きも必要なんだよ。じゃあもう一試合いきますか。お、いいね、来なさいよ。それではこれより私の年間受験勉強スケジュールをプレゼンさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それじゃあまず数学のプラン、どう勉強していくつもりだね。はい、まず数学ですが、東京大学は基礎的な理解を重視する正統派の大学よって、まずは4月末までに数三数四より習慣の用語教科書レベルの徹底理解を図るため、白、黄、青チャートを1ヶ月で総復習し、さらに6月からは大手予備校を顧問アドバイザーに加えた後、入試問題成功などに二次力をつけ、8月からは本格的に過去問対策を行ってまいるつもりです。そんなことどこにも書いてないじゃないか。いえ、そんなはずは。書類には4月から7月まで空港を10時までいるようにすると書いてあるんだがね。しかも日本アメリカ間の旅人なんて、君時差ボケでもしてるのかね。え、ハンさん、まずい、資料がすり替えられてる。おまけに英語は上半期ずっとリスニング、イギリス英語とアメリカ英語の名前の違いなんてどうでもいいんだよ。さらに理科ときたら何だよ。この頑張るというな、受験は気合ではない、れっきとした定理に基づく戦略、現時点での入学合格率は 2.718281828459%。我々を舐めるのもいい加減にしたまえよ。校長、こんなやつに東大は無理です。諦めて転校させましょう。そんなんでできると思ってるのかよ、本当に。どうなんで空気はしないんだけど、こんなんでできると思ってるのかい。聞いてもくんの君たちは分かんねえな。できると思ってるんすか、君たち。何代東大の生徒は学生の間違えるんだよ。できるわけないでしょ、私。シャラーッ。君たち、ちょっと落ち着きなさい。半沢君、君がそこまで我が子を地の底に追いやりたいというのは、半沢君、立ちたまえ。君がまず一番最初に地を這いつくばりなさい。ほら、包丁に向かって土の下に座るで土下座だよ、早く。ほら、膝を割って、どいてちょうだい。校長に向かって早く土下座をしなさい。早く膝をまずついて、手をついて土下座しなさい。やれー、ハンチョーは。はい、そこまでよ。私を誰だと思ってるの。学校と文科省は組んでいると見て間違いない。そこでこれをお前に言います。まあそれまでの男だったということですね。では始めて。すみません、トイレに行ってもよろしいでしょうか。さあ先生、答え出してください。